どうも、大成 TV の上竹です。この前ですね、だいぶ前に買ってあった小太塚の動画を撮ったんですけどね。で、あの中のね、ガムがちょっと心配だったんですけどね。で、実際ね、蓋を開けてこう取り出してみるとね、もう持った感じ、ちょっとね、なんか柔らかかったんですけどね。で、まあビデオも回ってるしね、もう食べるしかなかったんで思い切って食べたんですけど、で、これがまたね、味がね、もうそのまんま、すごく美味しかったんですよね。で、その時思い出したんですけど、サイダーもね、買ってそのままになったやつがあるんじゃないかなと思ってね、今日冷蔵庫の奥の方見てみたら、ありました。ちょっと暗めのね、緑色がね、美しいサイダーです。で、この緑はですね、お茶ですね。お茶の成分です。なんかちょっと濁っててね、まるで綾田みたいになってますけどね、買った時はね、透明やったような気するんですけどね。で、この賞味期限がですね、2015年7月、今2017年、だいぶ過ぎてますね。本当でしたらね、レッドゾーンですよね。っていうか2周目入ってるぐらい、2周目超えちゃってるぐらいかな。まあでもね、ちゃんと冷蔵庫で保管していたので大丈夫でしょう。まあ濁りがちょっと気になりますけど、それでは早速開けてみましょう。おお、何これ、炭酸すごいやん。まあちょっと、炭酸がね、こんだけ元気だってことはね、いけてる証拠ですよね。うん、それではまず香りから。うん、なんかこれでええんかなって感じですね。それではいただきます。大成 TV。